吉田久美子君、はい、吉田君。公明党の吉田久美子です。どうぞよろしくお願いいたします。教育訓練支援給付金についてお伺いいたします。先週の質問では、雇用を守る仕組みである雇用保険制度の雇用調整助成金が我が国の失業率の抑制に効果を上げている点を評価し、6月までの特例措置の延長を歓迎するとともに、今法案では雇用保険財政の安定化、また今回のコロナ禍のような予想外の雇用情勢になった場合にも、より機動的に国庫繰り入れが可能になることを確認をさせていただきました。その上で、今後の成長分野、より人手が必要となる分野への円滑な労働力移動、就業促進を図ることも重要課題であると思います。中長期的なキャリアアップを支援するため、厚労大臣の指定する専門実践教育訓練を受ける場合に、受講費用の5割を国が支給するという専門実践教育訓練給付制度がすでに用意されておりますが、これに加えて45歳未満の若年離職者に対しては、訓練期間中に基本手当の8割を受講支援として教育訓練支援給付と給付という形で受け取れるという制度の対象期間を、今法案では令和7年3月31日まで3年延長するとしております。専門実践訓練の指定講座として2584講座が用意されておりますが、現在の活用状況をお聞きしたいと思います。つまり専門実践教育訓練受給者の人数、また離職者が利用できる教育訓練支援給付受給者の人数、またその就業につながった割合等を教えていただきたいと思います。田中職業安定局長。令和2年度におきます専門実践教育訓練給付の受給者数が、受給者数は2万9404人であります。そのうち、教育訓練支援給付金の受給者数は3530人となっております。また、教育訓練支援給付金の受給者のうち、受講終了後に目標とする資格などを取得し、かつ再就職した者の状況を調査した結果、おおむね 70% 程度の方が再就職に結びついているということでございます。吉田久美子君。はい、せっかくのこの制度ですが、知らない方も多いと思います。ぜひ広報を強化し、周知をお願いしたいと思います。ただ今後の人材不足が見込まれている、高度な情報通信技術を学ぶ講座や、AI やデータサイエンスやデータセキュリティの講座数が全体の 3% というのも、気になるところではあります。就業した場合の、追加支給の割増等でインセンティブをつけることも考慮していいのではないかと思います。次にキャリアコンサルティングの業務についてお伺いします。それぞれの指定講座の内容を見回すと、制度の趣旨としては当然ながらかなりの高度なスキルアップ、リスキリングが要求される中身となっています。キャリアアップのチャンスが用意されていることは歓迎すべきではことではありますが、受講してみてこれはやはり自分には向いていないとかことが分かるとか、能力的に断念してしまうなど、本人とマッチしない場合もあるのではないかと思いますが、ここにキャリアコンサルタントの個別、具体的なアドバイスが得られる機会があるのかどうかをお伺いしたいと思います。田中職業安定局長。ハローワークにおきまして、専門実践教育訓練等の給付金を受けられるすべての方に、訓練受講前のキャリアコンサルタントによる支援を実施しているところでございます。具体的にはお一人お一人の状況に応じた適性や能力等の明確化、それを通じたキャリアプランの作成、適切な職業訓練の選択等の支援を行っております。また訓練受講者が再就職や資格取得等の目標を達成できるよう、訓練受講期間中に訓練施設が相談に応じるなど、バックアップ体制を確保しております。引き続きこうした取り組みを通じて訓練受講者のキャリアアップを支援してまいりたいと考えております。ありがとうございます。すいません、はい、ある最近のベストセラー本によりますと、離職失業のストレスは本当に深刻で、
心身ともに苛烈な影響を及ぼし、若死にのリスクを 63% 増やすというデータも紹介されておりました。そもそも離職した方たちにとっては、この制度にたどり着くまでに相当なストレスを受けてきたと思われますので、メンタル面の的な支援も含めて、ぜひ丁寧な専門家のキャリアコンサルティング等のアドバイスを受けながら、次の就業に着地できるように、離職者の側に立った運用を今後もお願いしたいと思います。ちょっと通告はしておりましたが、ちょっと飛ばしまして、次、リカレント教育の取り組みについて、すみません、お伺いをしたいと思います。デジタル化の急速な進展、多様化する労働環境、そして業界によっては慢性的な人材不足といった問題が見受けられる、現在の雇用状況のもと、関係者の協働による学びの好循環、いわゆるリスキリング、リカレント教育の充実を図り、非正規雇用者のキャリアアップ、人材不足を解消することを政府が進めていくものと承知をしております。その中で地域ごとに人材開発に向けた協議会を設置し、地域のニーズや特性を生かしながら人材開発の促進を行うものと思いますが、その協議会の中にぜひとも女性の活躍という側面を忘れずに入れていただきたいと思います。まさにその視点に立った北九州市の女性デジタル人材育成の取り組みは先駆的なものになっており、市として真剣に持続可能なまちづくり、地方創生の鍵として女性の活躍が促進が重要であることを認識していただいていることを虚栄を表したいと思います。地域によってはその協議会に女性がいないとか女性の視点が入らないということがあってはならないと思っておりますが、これについての政府のお考えをお伺いします。小林人材開発統括官。お答えいたします。今般法定化する協議会におきましては、産業界をはじめ幅広い関係者からデジタル化の急速な進展や地域の詳細な訓練ニーズをしっかりと把握し、精度の高い教育訓練の設定を効果的効率的に進めていくこととしております。また協議会では訓練を修了された方やその採用企業などから個別にヒアリングを行い、訓練効果の把握検証をして行うこととしており、今ご指摘ございました女性の方々の声など訓練を受講する当事者のご意見も積極的に伺っていきたいというふうに考えております。女性活躍の推進は非常に重要な課題でございます。こうした協議会の取り組みを通じてニーズをしっかりと汲み取り、効果的な訓練の実施に努めてまいりたいと考えます。吉田久美子君。特に個々の方が受けられるキャリアコンサルティングにおいては、女性のライフプランも加味したキャリアコンサルティングも地域や企業内の人材開発促進の中でぜひ利用できる体制を整えていただくようにお願いしたいと思います。続いて厚労省として令和3年の規制改革実施計画において、リカレントガイドライン、仮称ですけれどもの策定を求められていると承知しておりますが、現時点での策定の進捗状況についてお伺いしたいと思います。併せてその中で女性活躍の視点でのリカレント教育の実施については政府としてぜひ後押しをお願いしたいと思いますが、政府のご見解をぜひ厚労大臣にお聞きしたいと思います。後藤厚生労働大臣。現在労働政策審議会の人材開発分科会におきまして、企業における学びや学び直しを促進するためのガイドラインの策定に向けたご議論をいただいているところでございます。デジタル化の急速な進展や職業人生の長期化等に対応するために、関係者が共同して学びや学び直しを強力に進めていくことが必要であり、議員ご指摘のように女性活躍の視点も重要であると認識しています。具体的な策定作業はこれからの課題となりますけれども、委員ご指摘を踏まえて女性をはじめとした労働者の学び直しが実現できるよう、女性活躍の視点からもガイドラインの検討を進めてまいります。吉田久美子君。ありがとうございます。ぜひその視点もしっかり入れていただければと思います。求人メディアの質の向上についてお伺いします。募集情報提供事業者、いわゆる求人メディアや
広告を入り口とする就職が新卒以外ではハローワークの2割を超えて3割に及んでおります。さまざまなトラブルも多く、今回の法改正で届け出を義務づけ、厚労省としても指導監督できる体制に一歩前進することは歓迎しております。掲載する情報の正確さ、日頃から最新情報を提供するという仕組みが大切だと思います。この情報のチェック機能という観点からお伺いしますが、虚偽の情報などが発見された場合、どの機関が窓口となり対処するのか、相談窓口を今後設けるという方向性なのかどうかをお伺いしたいと思います。田中職業安定局長。今般の改正法におきましては、募集情報等提供事業者に迅速かつ適切な苦情処理及び必要な体制整備を義務づけており、まずは事業者においてしっかりと利用者から寄せられる苦情へ対応することを求めていきたいと思います。また、労働局におきましても、虚偽の募集情報であるとのご相談があれば、実態を把握し、必要に応じ指導等をさせていただきますので、この点についてもしっかり周知をしたいと思います。さらに今回の法案の確実な履行確保にあたっては、従前の各労働局での対応に加え、厚生労働本省に募集情報等提供事業の実態把握や指導監督を行う新たな組織を設置する等の体制強化を図る予定でありまして、指導監督などに適切に対応できるように準備してまいりたいと考えております。吉田久美子君。はい。規模からすれば全国に展開する、ハローワークと比較できる、求人求職情報の取り扱いは機会は見当たらないと思います。正直、業界ではハローワークの求人情報も滞っていたりするとも聞いておりますが、ハローワークは都道府県労働局の所管でありますけれども、日々入れ替わる求人情報をどのような体制で対応してきているのか、また今後対応すべく人員を増やすと変更される予定があるのかどうかについてお伺いしたいと思います。田中職業安定局長。ハローワークは全国規模で全国のネットワークによって無料の職業紹介サービスを行う機関でありまして、我が国の今後の労働市場においても一番重要なインフラ基盤になると考えております。そのためさまざまな工夫により可能な限り効率的に求人求職のマッチングを行っていけるように、人材面、それからシステムの面、さまざまな改善を加えていっております。今後ともそういった観点からハローワークのサービスの充実に努めてまいりたいと考えております。吉田久美子君。はい、以上で質問を終わります。ありがとうございました。次に伊坂の